魚不足になりました。冷凍していたやつも全部なくなって、人間の食べるやつもないし、うちはこういう鶏の餌にもタンパク質とかを魚に結構頼っています。鶏もやっぱクズ米とかぬかをいっぱいあげるんだけど、草とかそれだけじゃやっぱ多分良くないと思うので、こう何かしらこうタンパク質みたいなものがいると思うので、自分が魚が取れるので結構魚でこう補っています。もう魚のどんな部位でも食べてくれるので、もう皮みたいなとこでもどんなとこでも少々の骨とかでも叩いたらとても良い餌になるし、でそれがなくなりました。なので今日は潜って魚を取りに行こうと思います。海まで来ましたが、ちょっと風ありで波もあり、ひどくはないけどやっぱバシャバシャしてます、急ぎ輪とかも。で上から見て濁ってるのがある程度わかるので、だいたい外から見て濁ってると思うときは中はかなりひどい濁りです。こんだけ濁ってる感じだとかなりやりにくいと思うので、どこかまあ一応多少波を避けれるような浅いところでやってみようと思います。入った瞬間、ヤガラという細長い魚の子供がいました。この森の長さは4メートル。長いので水の中で組み立てます。濁っているかと思いましたが、潮がなかなか澄んでいます。浅い場所から小魚たちも生き生きとしていて、なんだかいい雰囲気です。近づいてきたのはスズメダイという魚の群れ。小さい魚ですが、食べ方によって結構おいしいそうです。この大きな森では難しいので、今度取って食べてみようと思います。やはり水の色がいいです。海底に見える白い丸いものは大きなアワビの殻です。イシダイを見つけました。魚が取れて一安心です。小ぶりのサイズですが、丸ごと素揚げにしてナスの揚げ浸しと一緒につけるなんてどうでしょう。少し水深のある場所まで進みました。巨大な岩がゴロゴロと転がっています。こういう岩のそばにはいい魚がいる場合が多いです。
後ろから現れたのは小アジの群れです。正面にひときわ巨大な岩が見えます。次はあそこに潜ってみましょう。巨大岩の上に来ました。息をよく整えて、潜ります。おや、潜っている最中に石垣台が寄ってきました。やはり魚の活性がかなり高いようです。お刺身などにするのにちょうどいいサイズです。油も乗っていそうです。タカノハダイという魚です。ボラの群れを見つけました。森もそう簡単に当たるわけではありません。トビエイがいます。ニワトリの食料には良さそうです。浅い場所の岩の下にもよく見るといろいろな魚がいます。これはキジハタ。こちらはベラの類です。上がりました。今日は多分濁流の濁りで全然ダメだろうなと思ってたけど、意外とその潜った場所の潮がなんかちょっといいような感じで、途中から青く見えたりもして、多分そのせいで魚もそこにいたし、石台の寄りとかもすごく良かったです。この森先に触れるぐらいまで寄ってきて、
やっぱ全然寄らない時もとても多いので、あれだけ寄るとやっぱつきやすいです。で、石垣も結構いて、石垣の太いやつと、あと鷹の葉も、やっぱ今の時期鷹の葉脂が乗るみたいで、多分産卵のちょっと前で、さっき腹出したら内臓脂肪がすごかったです。これはもう美味しいと思います。ここが分厚いです。こう今ももうここになんかこう脂肪の出っ張りがついてるというか腹の中に。外洋の波を防いでくれるちょっとした磯場の横の浅いようなところをこうぐるーっと泳いで50メートル四方ぐらいが回っただけだけど、とてもよく取れてラッキーでした。いつもこんなに取れるとはやっぱ限らないです。だいたいこういう濁った時に行ったらもうすごい厳しいことになって一匹取れるかどうかになると思ってたけど、今日は本当ラッキーでした。これで人間もとても美味しい魚が食べられるし、鶏の食料もしばらく大丈夫です。